そして今回ようやくこのようなシンポジウムを企画し、実現でき、根岸さんを迎え、根岸さんと議論し、対話する、こういう場を設けることができたことを、大変皆さんと共に嬉しく思っております。さて、今、2008年に根岸さんが来日できなかったということをお話ししましたが、それからこの5年間の間にさまざまなことが起きました。3月、来日を予定しておられましたが、来れなかった。その年の秋には、皆さんご存知のように、リーマンショックと言われるですね、金融危機が起きました。で、それはアメリカの経済的危機のみならず、ヨーロッパ、そして世界の経済的な不安、連鎖しました。で、そこであらわになった不正義や格差や差別が新たな対抗運動、抵抗運動を生み出したことは皆さんもよくご存知のところだと思います。2011年、アメリカで起きたオキパイ・ウォール・ストリートの運動、あるいはスペインのバルセロナ・マドリッドで起きた大規模な市民運動、社会運動、そしてチュニジア・エジプトで起きた独裁政権を倒すですね、あの大きな大衆運動の盛り上がり、こういったことが続きました。で、これらの出来事はですね、決して単独で個別に起きたものではないというふうに私たちは考えています。グローバルに展開する金融資本主義、ネオリベラリズムが作り出した社会的分断、社会的分断、それから貧困、こういったですね、極めて深刻な問題、これを映し出している意味で共通の基盤を持っているというふうに私たちは考えています。で、これら一連のですね、世界的な事件とともに、私たちは 3.11 大震災と福島第一原発の過酷事故を経験しました。つまりこの5年の間に、もし根岸さんが2008年来られていた時、発言した内容と今日お迎えして根岸さんにご報告いただく内容、大きく変化してきている、世界の大きなうねりの変化の中でですね、変化しているこの時期にですね、このシンポジウムを迎えることができる、根岸さんと対話すること、こういう機会を作ることができたということはですね、私はシンポジウムを企画した側としてですね、非常に画期的な意味を持っているというふうに思っております。これら深刻な事態を経験した後のですね、世界を考える、しかもこれまでより公平な、より民主的な社会をどう作っていくかということをですね、積極的に発言してこられた根岸さんの声を聞けるということはですね、非常に大きな意味があると思います。ぜひこのシンポジウムが有意義な、充実したものになることを願って、ぜひご協力をお願いしたいと思います。で、最後ですが、根岸さん今年80歳を迎えられます。したがってですね、通常の基調講演よりは短めのスピーチになっています。そしてこの進歩自体ですね、通常の進歩と比べればですね、短い時間で行わざるを得ません、スケジュール通りにこの進歩を進めてまいりたいと思いますので、ぜひご協力のほどよろしくお願いしたいと思います。それでは、このシンポジウムの根岸さんを迎えての進歩ですね、歓迎のご挨拶を、日本学術会議第一分科会の会長佐藤学さんの方から、行っていただきたいと思います。佐藤さん、どうぞよろしく。アントニオ根岸さん、ようこそ日本へ。またようこそ日本学術会議へ。日本学術会議第一部、
人文社会科学の会員70名、連携会員約700名を代表いたしまして、アントニオ・ネグリさんに対して、心からの歓迎の意を表したいと思います。またこの徴兵にあたって尽力していただいた国際文化会館の方々、あるいは社会学委員会の文化メディア研究会の方々に、あるいは関係者の方々にまた心から感謝の言葉を申し添えたいと思います。先ほど伊藤さんの話からありましたように、まあ、日本語で言いますと、日本の言葉で、ね、3度目の正直という言葉がございますけれども、まさに3度目の正直でございまして、5年以上かけて、念願してきたネグリさんを今日お迎えすることができたこと、私も心から喜んでおります。でなおかつ今日のテーマは 3.11 あの福島原発事故と、それからネグリさんが提唱されているマルティチュードによる民主主義の問題、この2つを結びつけた画期的な、まあ、シンポジウムになっております。また本当に日本の今の時期にかなったシンポジウムが、学術会議らしいシンポジウムとして今日持てることを日本学術会議としてもとても喜びに感じている次第であります。まず指示にわたりますけれども、私は広島県で生まれました。ノーモア広島という言葉は、私はもう幼少の頃本当におっぱいを飲むように育ってまいりました。私は父は1ヶ月もですね、爆心地で原爆直後から復興に当たりました。母は原爆の翌日からですね、知人や友人の救助に1週間滞在しました。ノーモア広島で、その言葉を私たちはもう一回ノーモア福島と重ねて発しなければならない状況に来ていると、こういうふうに理解しております。これまでですね、日本は原子力に頼る、まあ、平和利用ですね、アトムズ・フォア・ピースという言葉のもとに、原子力という破壊兵器をですね、まあ、生産し続けてきたわけです。現在日本に抱えているですね、核廃棄物、この総量というのは原発のなんと100万発分にも当たります。福島原発が事故によって振りまいた放射能の量というものは、まあ、推定ですけれども、原発の1000発分以上と言われていますし、現在あそこにはですね、まあ、1万発分の破壊力を持った制御不能なですね、核エネルギーが、まあ、眠っているわけでございます。さらに 3.11 号、私たちは見えない敵との戦い、放射能という見えない敵との戦い、いわば、まあ、比喩的に言うならば、ある種の戦争状態の中に私たちは投げ込まれていると言っていいでしょう。で、あの戦争がですね、国家によるテロによってスタートしたことを、まあ、想起すべきだと思います。でとするならば、現在の福島原発による事故、これを受け止めた私たちは、資本とテクノロジーによるテロというものが開始されているというふうに読むべきではないかと、個人的には考えています。そういう状況の中にあって、また資本とテクノロジーの暴走する中にあって、子どもたちあるいは若者たちの状況は極めて悲惨です。日本の子どもたちは 15.7% が今貧困層で暮らしています。日本の若者たちは 40% が労働者の権利さえ発達されています。そういう状況の中において、新しい社会を変える動き、これを、まあ、新しい形の中に、新しい民主主義と言っていいでしょう、新しいマルチ誘導の出現と言っていいでしょう、そういう流れが福島問題を中心にしながら新たな社会運動として展開していることも、もう一つの一面の事実であります。でそういう中にあって、今日このような画期的なシンポジウムが行われることを、私は心から歓迎すると同時に、皆さんと共に議論に加わっていきたいと思います。よろしくお願いします。佐藤さん、ありがとうございました。それでは、根口さんの基調講演を始めたいと思います。まあ、ちょっと個人的なことですがですね、私は、19世紀マルクスがですね、クラスという概念を本当に提起して、私たちの社会認識を深めてくれた。20世紀それに匹敵する言葉は、まあ、私は多分ジェンダーかなと。で今日私たちはこの大きく変化する社会をですね、帝国という言葉と、マルチュードという言葉と、そしてコモンウェル
この3つの言葉を与えられたことによって、少なくとも今日の社会を今まで以上に見通しよく分析し関わっていくことができるようになったんだと思います。で、この重要なコンセプトを出していただいた、政治哲学者そして社会運動家の根口さんに講演をお願いしたいと思います。根口さん、どうぞよろしく。ありがとうございます。私、皆さんの前で皆さんと共にあることに大変、大きな感慨を持っております。皆様の期待にお応えできる、お話ができるかどうか不安でありますけれども、まあ、もし期待に応えられなかったらという不安を抱えてお話を始めます。この 3.115 の日本におけるマルティチュードと権力というテーマ、このテーマの議論に立ち入るのは私にとってはリスキーなことであり大変難しいことであります。アイハウスの友人が数週間前にですね、3.11 に日本で起こった出来事について実に印象的なドキュメントの DVD を送ってくださいました。想像を絶する大惨事で、これを21世紀の初めから次々に起こった一連の重大な危機の中に位置づけることは大変難しいというふうに直感しました。 3.11 の直後に私は日本の共同通信のインタビューに応じなければなりませんでした。インタビューの最初の質問は次のようなものでした。地震、津波、原発事故の30の惨事ですね、これが引き起こした悲劇は日本を、いや日本だけではなく日本を超えて文明全体を一つの重要な問いの前に立たせたのではないかという質問でした。この問いは我々の文明が深い反省、自己批判なしにどうして存続していけるかを問うものであり、自然と共存する新しい方法が必要ではないかという認識を迫るものでした。しかし10年以上前からグローバリゼーションの理論家たちは、歴史は終わった、資本主義の発達はさまざまな変革を経て最終的には我々をアメリカ的な幸福に近づけていくんだという楽観的な展望を開陳してきました。しかし我々はこの予言に反してたちまち2001年の 9.11 のテロ事件、恐るべき事件、そして、戦争、2008年の金融危機を経て、ついに2011年3月の日本のカタストロフィーを経験してしまったわけです。これらの出来事は我々を文明の完成どころか文明の限界の前に立たせたのではないでしょうか。いいと、あ、数週間前に日本の建築家の伊藤豊雄は彼の仕事にふさわしいアメリカのプリツカー建築賞を受けました。受賞した時に私はこの講演原稿を書き始めたところでした。伊藤の作品は私はすでに昨年強い印象を受けていました。2012年のベネチア・ビエンナーレ国際建築展で彼はここに建築は可能かをテーマに、日本パビリオンのために建築家グループで作ったみんなの家、ホーム・フォー・オールを展示し、それで受賞したのでした。建築家たちは
津波で押し流された多くの町の一つである仙台の被災者たちと対話を重ね、共同住居のプロジェクトを立ち上げました。震災後、回収可能な材料を再利用して、あらゆる市民が共同生活の形を想像できるような住まいの構想で、市民グループと協力してベネチアに展示した住居モデルを作り上げたのです。木のピロティの上に住居が建てられ、住まいの内部と外部のつながりを維持する伝統的な日本の家のコンセプトが生かされています。みんなの家、このプロジェクトは伝統的材料の再利用を通して、一方で共通の習慣と使用法を他方でコモン、共同性の中に新しい住居モデルとを結びつけようとするプロジェクトです。こうしてこのプロジェクトは、我々の文明を再建しうるコモングラウンドはいかなるものであり得るかというビエンナーレの問いかけに答えていたのであります。この作品には希望の息吹が通っているのを私は感じました。破局の恐怖に見合うだけ深い息吹が、希望の息吹が、市民たちが共同で新しい形の生活、まさに新しい共同生活を作ろうとして発揮した力、その力に見合うだけの深い希望の息吹を感じたのです。どんな問題が我々の前に起こっているのでしょうか。21世紀の初めから常により切迫した形で提起されてきた問題を前に、どうやって共同の性、コマンライフの形を建設するのか、どうやって共同の性、生活ですね、共同性のコンシステンシーを保障するのか、どうやって共同の性を貧困と恐怖から守るのか、どうやってコモンの構築への万人の参加を組織するのか、実際問いかけは具体的な形をとって現れました。2001年のテロとファナティズムは恐怖の戦争を引き起こし、アフガニスタンとイラクの戦争ですけれども、で2008年からは金融危機が起こり、獲得されてたと思われていた生活の安寧を覆し、2001年についに原子力エネルギーに対する、いや原子力国家ニュークリアステイトに対する自然の復讐が過酷な形で日本を襲いました。ここに我々の文明に対する根源的な問いかけの条件を見ないわけにはいきません。誰がいつかいつの日かこのような事態が起こることを想像し得たでしょう。グローバリゼーションが文化間協力と地球を支える安定した技術的構造の新しい世紀を生むというバラ色の幻想に浸り切ってきた後に、どうやって我々は自分の身を守ることができるでしょう。そして次のような疑問が我々を捉えます。こうした状況からポジティブな仕方で脱出する方法をどうやって想像しうるのか、この問いかけを聞くことは辛いことです。ベネチア・ビエンナーレで日本の貢献が建築家たちに呼びかけたように、あのコマングラウンドの想像力がこれまた根源的なものであったのと同じように、起こった出来事のドラマティックな性格を前にして、カテコン、これはギリシャ語ですが、世界の終わりを遅らせるネガティブな力であります。このカテコンを主張するだけでは十分ではありません。カテコンとは我々を待ち受ける最悪にブレーキをかける制度や実践の総体であり、衰退のデクラインの波を食い止め、そこを越えれば一切が失われてしまうような臨界の手前に我々を引き止める力のことであります。しかし我々はもう聖パウロの神学にも、このカテコンという概念に注目したカール・シュミットの政治神学の中にももはや生きていません。むしろおそらく私にとってはより真剣に、より大きな勇気を持って取り組むべき課題は、戦争と経済エゴイズムと自然の無分別な搾取を超えた新しい世界を創出することであるはずです。
こうした問題を前にして、我々が想像できる再生の可能性、再び生きるの再生の可能性を前にして、さまざまな性の形が、新しいしかしまだ脆弱な性の形が姿を現しています。しかしこうしてこうした新しい性の形は、粗病されるやいなや極めて激しい、時には乗り越えがたい抵抗に直面します。グローバリゼーションの進行とともに、我々はマルティチュードと呼ばれる新しい生産的主体化の形の誕生に立ち会っています。マルティチュードについて、我々は個々の労働者の生産的特異性、シンギュラリティを主張し、政治制度の共同的次元を構築することによって、マルティチュードこそ有産者的な持てる者の個人主義に対立しうると主張してきました。マルティチュードとは、下からのラジカルなデモクラシーを構築できるシンギュラリティ、特異性の集合体のことであります。ネットワークによる共同作業、したがって潜在的に共同的な作業をベースにして、豊かな社会の可能性を生み出すシンギュラリティ、特異性の集合体というマルティチュード、この提案にはいささかのユートピアもありません。マルティチュードとは、産業的近代の危機の後に生まれる生産様式そのものであり、産業的近代がこのモデルを、新しいモデルを、マルティチュードの出現をいわば先取りしていたのです。しかもマルティチュードの観念は単に構成的、コンスティチュアント、構成的権力という時の構成的で、という意味ですが、マルティチュードの観念は単に構成的であることはできず、まずはじめに脱構成的でなければならないことを我々は忘れてはなりません。強い観念であるためには、マルティチュードはその敵を知らなければなりません。だがその敵はどこにいるのか。マルティチュード概念を批判するある人々は、マルティチュードそのものの中にマルティチュードの敵を見ようとしました。マルティチュードっていうのは群衆として現れ、群衆を突き動かす恐怖を、あるいは群衆をが他者のうちに引き起こす恐怖を、それ自体の中に集め持っているんだというふうに言うわけです。また別な批判者は、この見方は、拒否しますが、共同的、コミュニケーション的、知識的、認知的労働という新しい性の様態に依拠するにもかかわらず、マルチチュードっていうの、マルチチュードにはですね、善玉のマルチチュードと悪玉のマルチチュードに分裂するはずだというふうに批判しました。マルチチュードは現実には和解しがたい両義性を抱えているんだと、社会連帯に対する攻撃性の特徴が勝つか、逆に攻撃性に対する社会連帯の特徴が勝つかで、絶えざる逆転か可逆性があって、それは避けられないと批判者たちは言うのです。まさにこの領域において、マルチチュード概念の特別な限定を定式化すべきであり、真のデモクラシーを打ち立てるそのマルチチュードが持っているポテンシャルを再定義すべきであり、こうして我々は、先ほど私が分析を始めるにあたり言及したカテコンの展望に立ち戻ることになります。実際には私はこれらの反論が根本的なものだとは思っていません。これらの反論は大部分、確かに理にかなった反論に見えますが、政治形態の両義性に関する結局のところありふれた観念を明るみに出しているに過ぎません。政治形態の両義性は今日ますます明らかに、ますます複雑になっていますが、個々のシンギュラリティ、個々の特異性の性が孤独、ソリチュードを抜け出し、ポリスという、政治っていうポリスの空間を片付けている今、決してそれを、この両義性は克服できないものではないと思います。反論は確かに、マルティチュードに対する反論は確かに強力なものですが、マルティチュードがコンセプトとして、また現実においてそうであり得るものの力、パワーを削ぐことはできません。以下でこのことを論証し、その後で私にとってマルティチュード概念の真の困難に、
全く新しい別の困難に、すなわち2011年の 3.11 こそがその最大の決心であるところの困難に話を進めていきたいと思います。まずマルチチュードに対する第一の反論に戻りたいと思います。つまりマルチチュードというのはコントロールできない狂気の群衆に恐怖をもたらす大衆に転嫁するという反論であります。私はこの種の反論は前世紀においてすでに国家の理論と統治の実践が発展した仕方を考えれば十分退けることができると考えます。そこにおいてはつまり国家の理論と統治の実践が発展したこの前世紀において近代性からポスト近代性への移行が果たされガバメントからガバナンスへの前進的な移行がすでに起こっているのです。すなわちパブリックとプライベート、公と私を区別し、国家を個人の私的幸福の保障という意味での公共の安全の唯一排他的な担い手とする考え方、この考え方は実はネオリベラリズムによって極端な形まで推し進められ商用された考え方でありますが、この公と私の区別という近代国家の公と私の区別というものがゆっくりと消滅したときにこのような、近代性からポスト近代性の移行が起こったのです。大きな経済危機が社会生活の法則を決めるのは市場ではないということを白日のもとに晒しました。経済の需要と供給の間に新しい均衡を作り出し階級対立をよりバランスの取れたものにする新しい社会政策を要求するのは労働者階級の戦いであります。労働の認知的変容とつまり知識労働化ということ、それと社会的生産の共同ネットワークの出現が社会の政治的組織を変えつつあるのです。まさにこの水準においてマルティチュードは無分別な群衆として現れることはありえない。我々個々人の孤独は変容を被っているのです。近代において個人のエネルギーと企業人のヒロイズムが見られた場所に、今日では社会規範に従属した個人の悲しい情熱しか残っていません。所有者の個人主義というのはもう終わったのです。個人主義は今や存在論的に不可能になっています。なぜなら我々はランゲージとコミュニケーションのただ中に生きており、表現的で拡大的なシンギュラリティ、表現的で拡大的な、特異性は影のある非生産的な個人の内面性という古い形に対して絶対的優位性を獲得しているからです。だから閉ざされた個人ではなくて、ネットワーク化されたシンギュラリティという時代になっているんだということです。統治の諸科学はガバメントの諸科学は最初、諸個人はポピュレーション、人口として構成するときより容易に統治できることを学びました。ついで諸個人からなる人口ポピュレーションは彼らの間主観的な関係に働きかけるとき初めて指導し誘導できることを学びました。さらにいいのはついに民主主義的なやり方で諸々の特異性の経済的ニーズと政治的意思を規定部分で捉え、それを規範的な仕方で表現することであります。第二の反論、マルチチュードに対する第二の反論はより洗練されたもので、マルチチュードが狂気の群衆に転嫁する可能性は否定しますが、その代わり個々の特異性の間の関係がいつでも断たれたり、塞がれたりする可能性があり、コミュニケーションの流れが阻害され集団的政治事件が引き起こされかねないと主張します。この反論はですね、で善と悪は周知の通り個々の特異性、シンギュラリティの欲望によって形作られます。スピノザが言ったように人が何かを欲しそれを獲得するために戦うときに善と悪が生まれる、あるいは逆に人が何かを欲せず
また逆にそれを欲するものと戦うときに善と悪が生まれます。ここにマルチチュードの懐の中のに結び目があるのですと、ここにこそマルチチュードの懐の中に結び目があるとマルチチュードに対する批判者は言うのです。この困難は確かに覗きがたい有益か無益かの定義を支配する攻撃性の問題があるからです。しかし私には批判者たちは大事な点を忘れているように思われます。マルチチュードのコンセプトはコモンというもう一つのコンセプトと分かちがたく結びついている点を批判者たちは忘れているのです。コモンとは何よりまず我々がその中で生きており我々がその産物であるところの生産的全体の意識化にあります。コモンとは我々がその中に投げ込まれておりそれによって我々が生成する未来の生産者になる、ところの生産的全体の意識化にあります。コマンとはですね無数の特異性の交差が主観性の生産の集団的プロセスの中に書き込まれているのです。もちろん特異性の間の出会いコモンを形成すべく特異性の出会いが実現する織物は生まれないかもしれません。特異な情熱の間の架橋橋を架けることは失敗に終わるかもしれないし共同の性は作り物のアイデンティティやイデオロギー的なフェティッシュ物心の形で時間と空間の中に断片化され分散されるかもしれません。しかしこのコマンの流れは流れ続けます。確かに初めは激しく荒々しい流れとなってしかし平野に出れば水は広がり流れは和らいでコモンの相棒を獲得するに至るでしょう。そこに至れば連帯性が支配的になり通底性が生まれます。こうした現象を生まれる、認める上でペシミストかオプティミストかに分かれる必要はありません。むしろコマンの構築はまず二者択一の代替案から始まります。そしてそれが存在論的に堅固なものになり再び葛藤と再生のプロセスに身を開きます。そのプロセスを観察した方がいい。そこにはさまざまな時間性を区別すべき一つの大きな運動があるのです。さまざまな時間性を区別するすべき一つの運動があります。マルチチュードの概念に対する第3の反論についてですが、この反論は生成時バイオポリティックスを根拠にしています。特異性は思考と行動から成り立っているだけでなく身体と生命でもあるので主体性は肉の中に物質的な形で作り出されます。コモン共同性コモンの中にマルチチュードを構築するとは政治概念や統治機構を提起するにとどまりません。それはまた教育し労働を組織し人を愛し富を配分することであります。限界や分派が出現するのはその時であり場合によっては癒着や重なり合いも作用します。つまり唯物論が突如として歴史の存在論と出会うことになるのです。マルチチュードはいかにして自らを構成している主体性の自立性を損なうことなく自己を組織化できるのか、いかにして特異性の肉体をマルチチュードの身体の中に構築できるのか、このような問題に取り組むに先立って我々の敵はどうなったのか、現在どんな形で現れているのか考えてみたいと思います。その際 3.11 を21世紀が始まって以来経験した危機の最高点と考えたいのです。
つまりあの原発事故はあらゆる不均衡の全体、政治的主権の危機、そして勝ち誇るネオリベラリズムによる経済的支配の危機、それらすべてのパラダイム的要約なのだと考えるわけです。そこで原子力国家の本性とは何でしょうか。私が原子力国家と呼ぶのは、エネルギー政策、が全とする巨大で階層な金銭的均衡の上に据えている、そのような国家のことを言っております。さて、このような原子力国家の本性は一つの幻想であります。主権的例外エクセプションを物理的博物学的次元で押し付けることが可能であるという幻想、国家という領域の政治的自立性をこの抑制不可能な技術の形態の内部に再編成できるという幻想、そしてこのような権力の形態を通して資本主義の優位を確保できるという、そういう幻想であります。ここで我々は近代の主権がポストモダンの性権力、バイオの権力に決定的に変化するのを目の当たりにしております。権力は今や主体の体に刻印するにあたって、労働の産業的搾取の時のように仕事のきつさや個人の能力をもとに分類するのではなくて、二者択一の選択を迫る形で刻印しようとしています。服従して生きるのか、そもそも生きないのか、危険か死かといった二者択一の選択であります。原子力国家では戦時戦争時の死のリスクが正の存在論の中に直に持ち込まれるというわけです。したがって原子力発電が絶えず必要に提案されるのと並行して、グローバルな次元で主権国家の権力の危機が意識されているのは偶然ではありません。中東で仕掛けた戦争からわずかに抜け出しつつある米国においてそうであり、今まさに西太平洋におけるバランスオブパワーを回復しようとしている日本でもそうであります。さらに言うならば、米国の金融危機や日本の長期にわたるマイナス成長など、低成長のただ中にある経済的権力が不安に怯えながらも常に自らを新たに主張しようとしているのであります。そしてこの権力は自立性を大幅に失っているにもかかわらず、まだ自立性を維持しているとヒステリックに主張しようとしています。だからこそこの権力はマルチチュードに対して下からのデモクラシーを作り出している特異性の全体に対して政治的再構築の中心的位置を譲るのを絶対に拒んでいるのです。こうして危機は延々と続きます。つまり原子力国家の社会においては明らかにマルチチュードはそのパワーを十分発揮できないのであります。それでは原子力国家でない社会ならば、マルチチュードはそのパワーを発揮できるのでしょうか。ドイツやイタリアでは両国のデモクラシーの重要な要素となった国民投票のおかげで原発の建設は阻止することができました。しかし原子力リバイアさんに勝利したからといって、デモクラティックな民主主義的なマルチチュードの権力確立への扉が全て開かれたというわけではありません。
非常に多くの問題がそこで提起されています。特に西欧デモクラシーが経験しつつある生みの苦しみにとって根本的な問題、またそれらの問題が強めつつあるマルチチュードの存在論にとって根本的な問題などなど、それらの問題は4つの人間像により具体的に表現されます。というのも新たな政治的統治性はより協力的でよりマルチチュード的未来に近づいている特異性を、この4つの人間像を起点として管理運営しようとしているからです。4つの人間像とは、債務を抱える人間、メディアに媒介される人間、安心を保障された人間、そして代表される人間であります。最近マイケル・ハートと共著の論文で分析したこれらの人間像は4つの角度から現在進行中の社会的危機のパラダイムを表現しているものです。まず負債を抱える人間は、賃金が個々の人間の搾取の対価でなくなった後に金融が社会を支配するようになったことの産物であります。2番目のメディアに媒介される人間は、メディア権力による阻害に基づきます。メディア権力が主体性に対してその頭脳と知識と実践と社会関係と協力により価値を作り出させた後、真理の歪曲と欺瞞の世界秩序に服従せざるを得なくする、その時に現れる阻害であります。3つ目の安心を保障される人間は、作り出され再生産される治安の悪さに怯える人々を体現します。みんなが恐怖の中で生活し、人間は互いに敵であるという妄想を振り回す国家により多くの統治と保護を求めるように仕向けるため、治安の悪さが作り出されています。治安対策の名のもとに人間たちをさらに服従させるために利用される、恒常的な治安の悪さという脅しと妄想は全く馬鹿げたものであります。というのも、今や性の世界における生産が人間同士の結びつきのパワーに依存するようになり、つまり私有財産ではなく共通の活動に依存するようになっているからであります。4つ目、代表される人間という人間像は、制度構築の偽りの規範に基づいています。この偽りの規範の中で代表性の概念は、資本主義権力に奉仕する官僚的かつ象徴的な機能にのみ依存しているものです。この代表される人間という人間像こそが、権力の中枢と資本主義の骨格を貫く矛盾の総体を最もよく総括しているのではないでしょうか。債務と恐怖は我々一人一人の性の内部、特異性の肉体の内部に持ち込まれた災いを示す二重の顔でありますが、その2つが真理に対するあらゆる関係と規律の遵守のあらゆる理由を奪い去っています。規律の遵守はもはや一つの知ではなく、愉快な感情でもなく、絶望を伴う悲しい情熱になってしまいました。したがって我々はリヴァイアサン国家に対抗する場合も含めて、マルチチュードのパワーを確立するためには真のデモクラシー、コモンのデモクラシーを必要としています。このコモンの感情は今やほとんど自然法の新たな表現であるかのように一般化されていますが、我々は現在経験しつつある大きな危機のさまざまな要素の背後にそれをいつも感じています。3.11 のような破滅的な出来事の背後には
さらにそれを強く感じています。その影響があまりに広範囲にわたるため、この出来事はまるで神の放棄の人払いであるかのようです。つまりそれが引き起こした悲劇により、歴史の長い期間と古くなった概念が消し去られ、我々は途方に暮れています。深刻な不確実性と方向感覚の喪失の中にいます。しかし同時に、この深刻な不確実性は逆説的な形で非常に大きな期待の時でもあります。もちろんこの期待はさまざまな疑いをはらむものです。というのも、この期待は我々を性と文化の経験の極限に横たわる謎の前に立たせるからです。これから一体何が起こるのだろうかという謎であります。このような経験の中でこそ、顧問の概念は現在の危機から倫理的かつ政治的な出口を見出すために、我々が非常に慎重に議論し、何かを企てるのを助けてくれるのです。ここで顧問の概念に実践的定義を与えることができます。顧問は我々の自由を奪っている法律や構造、その第一が資本の必要とするテクノロジー的構造ですが、法律や構造を変更するために我々が共に遂行している戦い、そういうものとして顧問を理解できます。そのことを理解するためには、財産という法的形態をとって存在するテクノロジーを考えれば十分であります。大企業の私有財産の場合もあれば、公的組織あるいは国が直接所有する財産もあります。 3.11 のような危機の中で、我々は民間企業にしても政府系企業にしても、その無責任な活動のありように気力を失ってしまいます。そして顧問の構築への市民の直接参加も、それだけではこれらの問題解決を助けられないでしょう。ここで憲法に関わる重大な問題が出てきます。近代以降の憲法の中には顧問が存在 していなかったのです。あったのは私的なものと、それを保護する公的なものだけです。したがってこれからは次のように考えねばなりません。すなわち、顧問の憲法においては、財産はさまざまな制度を貫通し、あるいは形成するものにとどまらず、むしろ生産と富の利用及び管理に関する共通の最終目的に従属すべき何かであると、そのように定義しなければなりません。そのように考えなければなりません。その時、顧問の問題はより一層複雑なものとなります。なぜなら、一部の人々は科学とサイエンスと専門的能力は顧問の実践を超越する可能性があると主張しているからです。私はもちろんそうは考えておりません。逆に、最近のマルチチュードによる直接デモクラシーの経験、マイケル・ハートと私が宣言と題した象徴によって描写したその直接デモクラシーの経験は、地を再び自らの手に取り戻したいという要求を節度と英知をもって定式したものと考えております。マルチチュードが生産において地の行使を実践するやり方の帰結として定式化したと考えています。最後に、もう一歩前に進んでみましょう。今日の状況において、ある可能性が次第に明白な形で開かれており、それによって先ほど指摘した閉塞状態を克服できそうに思われるのです。この可能性が示しているのは、普遍資本、したがって金融機械テクノロジー権威への服従などを通して資本家及びその国家が持つ指揮命令の能力と、可変資本、すなわち社会的労働力。普遍資本と可変資本の間の区分が現在の危機状況の中でどんどん弱まる傾向にあること、しかももっぱら可変資本に有利な形でその区別が弱まっているということです。
可変資本は認知的労働力として今まで自らに行使されてきた指揮命令に対しより自律的になり独立しつつあります。というのも認知的生産は言語と交流と知識に基づいているため、生産力の大きな部分が今や労働者の手と頭脳の中にあるのです。固定資本とは資本関係における機械の占める部分であり、フェリックス・ガタリが明らかにしたようにそれが作業者と生産手段の組み合わせを決定しているわけですが、今日その固定資本は製品を組み立て労働力を服従させるあの物理的装置ではなくなってきているのです。むしろ部分的にではあるが、効果的な形で生きた労働の手に取り戻された使用される財道具、つまり特異性の義手や義士、義手や義士のような存在に固定資本はなりつつあるのです。ここでテクノロジー的構造の問題が深刻な形で突きつけられているのは明白であります。テクノロジーは労働者の身体の内部でどこまで再構成されうるのか、現実構築の中でどこまで労働者の延長となりうるのか、また逆にテクノロジーはどこまで経営者ということは多国籍の金融資本主義ですが、経営者の手に握られた指揮命令の手段であり続けるのか、世界権力によりいよいよ服従し労働と富と尺度を構築する能力を失いつつある国家の手に握られた手段であり続けるのか、そのように言い換えてもいいわけです。以上、顧問の概念によって開かれた問題群を紹介しました。顧問の通貨というものがありますが、顧問の通貨とは労働力の持つ協力に関わる価値を強調し、その価値を労働の新たな社会的分業と比較照合し、労働の顧問の次元を表現する新しい通貨的尺度のことですが、この顧問の通貨というテーマが現在資本の世界を乗り越えるためのプログラム構築を目指す全ての人々の間で議論の中心となっているのは偶然ではありません。その時我々はこの講演を始めるにあたってご紹介したコモングラウンドの創造力に立ち戻ることができます。伊藤豊雄がみんなの家プロジェクトにおいて核も強い力を込めて表現したコモングラウンドであります。彼の頭に浮かんだこの創造力は未来のユートピアではなく、可能なテクノロジーの絡まり合った結び目に切り込みを入れるカミソリの刃であります。なぜならこの創造力はテクノロジーの絡まりを切り開き、共通の性を発展させうるものと脅かすものとを区別することにより、物理的生産と性のさまざまな形の構築の目的として開発を目指すのではなく、顧問を目指すであろうからだ。ご清聴ありがとうございました。根口さん、非常に重要なスピーチをありがとうございました。一
番最初の冒頭のところで、現在をその文明の限界というふうに根口さんは表現されました。でそれは、抽象的なものではなくてですね、まさに今その原子力国家というふうにおっしゃっていましたが、その中で作り出された文明の限界です。でこの中でですね、どのように私たちがそれを乗り越えていくかというときに、非常に難しいコンセプトですが、カティコンというですね、臨界の手前でブレーキをかける力というふうに根口さんおっしゃってましたけども、そこにとどまってはならないと、前に踏み出すべきだという明確な主張を出してくださいました。でその際、マルチチュードは決してユートピアではないと、マルチチュードに対してさまざまな批判があるけれども、それはですね、すでにですね、私たちはそこに投げ出され、主観性の生産の集団的なプロセスに書き込まれているコモンの中にあるということをですね、積極的に主張してくださいました。で最後にですね、それを具体化するものとして2つ、コモンの憲法、そしてコモンの通貨というですね、非常に示唆的な主義的なコンセプトを出していただきました。改めて根口さんに、拍手をお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。それでは2部ではですね、このマルチュードの在り方について、日本側のパネリストの方々から、まさにそのマルチュードの日本における、日本のコンテキストにおけるですね、可能性と実相をお話しくださるということになろうと思います。予定通りですね、10分休憩をいただいて2時10分に再開をしたいと思います。で、皆様のお手元にですね、ネグニーさんに関する質問を書いていただくペーパーを用意してございます。この10分の間に、申し訳ございません、この10分の間にですね、出して、第2部が開始される前に回収しますので、ご質問ある方は、院生が、皆さん